超能力少女と殺し屋女とスパイ男をスーパーボールの中に閉じ込めてやったぞ。くっ、俺としたことが。私はいいので、アーニャさんとロイドさんだけでも解放しなさい。ああ、嫌なこった。お前たちは、この俺様が鬼だらけの世界にするための邪魔になるだろうからな。あいつ、鬼、怖い。スーパーボールの中に一緒閉じ込められているがいい。それでは。何ですかあいつは。スーパーボールが重くて身動きが取れない。誰か助けてくれる人呼びたい。そうだ、みんながグッドを押してくれればきっと奇跡が起きるはず。みんなお願い、アーニャを助けるためにグッドを押して。ここから救い出してくれる奇跡が起きるはず。いや、今誰かの助けてという声が聞こえたような。ヨルさんと似た声の女性が通りかかってきたぞ。やった、あの人正義の味方、助けてくれる。すみません、私たちをここから助け出してくれませんか。ああ大変、スーパーボールの中に閉じ込められちゃってますね。わかりました、今すぐ助け出しますよ。3人をスーパーボールから救出しましょう。まずはヨルさんから。よいしょ、よいしょっと、救出大成功。動画を見てる皆さん、グッドボタンを押して助け出してくださって本当にありがとうございます。そして通りすがりのあなた、胡蝶しのぶです。しのぶさんっていう名前なんですか。ありがとうございます。残る2人も助け出していただけませんか。もちろんです。残りの2人も救出しましょう。スーパーボール、ドケットドケット、よいしょ。ロイドさん救出大成功。ありがとうございます。しのぶさん、それから動画を見ている皆さん、みんなのおかげでスーパーボールから脱出できました。残るはアーニャ1人、アーニャも救出しましょう。アーニャ、みんな助けてください。アーニャさんも救出しますよ。スーパーボールをどかしてどかして、ことになっちゃった。アーニャさんを引っ張り出して救出大成功です。アーニャ助け出されて嬉しい。優しいみんながグッドを押してくれたおかげ。アーニャスーパーボールは好きだけど、スーパーボールに閉じ込められるのは嫌い。みんなはスーパーボール好き？スーパーボール好きっていう人はコメント欄に好きって書いてくれるとアーニャとっても嬉しい。それじゃあまた別の動画でみんなと会えると嬉しいな。じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願い。メリー、アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしい。メリー、そう、 YouTube のボタンをポチッと押す。メリーよ、そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん、おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見る。メリーよ、そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくる。メリー、タッチしていろんな動画を見る。